えー、この動画ではですね、負けても胸を張るやというタイトルで、えー、お伝えしていきます。で、この動画を見るとですね、あなたがもし、えーまあ、何かにね、えー、負けとかですね、うまくいかなくなっうまくいかなかったとしても、自信を持てるようになる、まあ、そんな動画になりますので、ぜひ最後まで見てください。 で、えー、やっぱりですね、一生懸命やったんだけど、うまくいかなかったり、ダメだったりすることってあるじゃないですか。これはね、もう人間だったら、誰でもあるような話だと思うんですね。でも、こういう時はですね、2つ、どっちなのかを考えてみてください。いいですかまず一つ目が、後悔の残るものなのか、それとも、やりきったと言えるものなのか。 この二つのどっちに当てはまってるかっていうのを考えていただきたいんですね。で、前者のですね、後悔の残るものはダメなんだけど、えー、後者のやりきったと言えるものだったらもう全然 OK なんですね。で、僕の話をすると、まあ、僕はですね、営業職っていうのを、まあ、ずっと13年ぐらい。 こうやってきてきいましたした、まあ、今も起業家としてこう日々戦っているんだけど毎回もちろんですね勝てることなんてないんですよ毎回うまくいくなんてもちろんないんですで、えー、もちろんですね結果が出なくて悔しい思いをすることもよくありますし、えー、そうやってね、えー、なんでうまくいかないんだろうってことはよくあるわけですでもそんな時は胸を張るようにしてるんですね もちろん悔しいけれども、まあ、今回はベストを尽くしたっていうふうに、まあ、大体こう思うわけですよ、えー、もちろん適当にやっていたら後悔が残ると思いますでも、まあ、結果が出ないことに対してやっぱ悔しいですよ縮小って思うかもしれませんがベストを尽くしたのであればこの結果だったらじゃあしょうがないとまず受け入れることが大切ですね ベストを尽くしたことが前提であればもうしょうがないと負けは負けうまくいかなかったことはもうしょうがないってまず受け入れる認めることなんですねでまたチャレンジしてやる次こそは勝ってやるっていうふうに思うことが大事なんですねで、えーまあ、僕なんかはですねこうやってビジネスをたくさんこう、えーまあ、ビジネスをやってきて多くの人とこう携わってきてるわけですけど、まあ、ちょっとやちょっとのことでねめげちゃう人が多いんですね こんなところでめげちゃいけないよっていうところでめげちゃう人がいるんですね。きっとですね、まあこううまくいくと、まあ、自分の中で過信しちゃってるというかこうやればうまくいくんだと思い込んじゃってるんでしょうね。えー、何でもそうですがうまくいかないものをこう繰り返すことでうまくいくようになる。 ででききないいいもののをるるよううううにするっていうのはそういうことだと思うんですねだから思うようにいかないとかうまくいかないなんてそんなことは当たり前なそんなことばかりなんですね。まあ、僕自身ももちろんそんな日々です。はい、ただ、えー、あなたがね別に何だろううまくいかないっていうのはあなたがだけ特別にうまくいかないとかあなたがこううん まあ、うまくいかない失敗した特別にそういうわけなんだっていうわけじゃなくみんながそうなんですよみんなうまくいかないんですよで、えー、そこでねどうやって気持ちを持っていくのかっていうとこ,うこれでねあなたのその先の未来が大きく変わるんですねこの気持ちの持ってき方ですねで、えー、やりきってんだったら堂々と胸を張ればいいんですよ下を向くことなんてないんですよ ああ、やっちゃったとか、うまくいかないわっぱり私はダメなんだとか、そんなこと一切思わなくていい。やりきってんだったら、もう堂々と胸を張って、下を向くことなんて一切ないんです。もうたまたま結果がつかなかっただけっていうふうに思う感じですね。その代わり、次こそ絶対に勝てと。あなたなら絶対にできると思うんですね。 だから、もしですね、そういうことがあったとしても、くよ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 考えるんじゃなくて、前向きにですね、もうこの薪はしょうがないと、やりきったんだから、これが今の私の実力値だと。じゃあ、次こそ勝つぞと。次はどうやったら勝てるんだ。そうやって、前向きにあなただったら努力していけるはずです。ぜひ、こういう考え方を身につけて、明日、自分の未来のためにチャレンジしてみてください。 ということでですね、ここまで見ていただいていいねと思ったら、いいね評価、あとはチャンネル登録もお願いします。であとは僕のこの美考欄にですね、僕と繋がれる LINE の URL が貼ってあります。で、この LINE に登録していただければですね、無料で僕からのビジネス情報が受け取れたり、あとはライブ告知だったり、ライブ配信、あとはセミナー情報とかですね、いろんな情報を受け取れるようになってますので、ぜひ LINE の方でも繋がってください。ということで、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。